ユリウス・ビットナー、または、ビットナーは、オーストリア帝国末期から、オーストリア共和国初期に活躍したオペラ作曲家。裁判官や国家公務員として働きながら、家作ながらも新ウィーン学派の周辺の一人として、創作活動を続けた。ウィーン中央墓地のビットナーの墓藩寺を父に生まれ、自らも放送会に進む。1920年に、 ニーダー・エース・ターライヒ州のボルカースドルフ・イム・バイン・フィアテルにおいて判事を務め、1920年から1922年まで法務大臣の公理を務めた。その一方でビットナーは20世紀前半のオーストリアにおいて最も名高い、最も上演回数の多いオペラ作曲家でもあった。しかしながら、第二次世界大戦後は、 リヒャルト・アーグナーの伝統に沿った高キロマン派のオペラの典型的な追従者として次第に忘れ去られていった。ビットナーのオペラの多くは大抵自作の台本によっており、オーストリアのアルプス地方を題材に扱っている。ユリウス・ビットナーは音楽家としての価値はより有名な同時代の作曲家、ビルヘルム・キーインツルにも全く遜色がないと言って差し支えない。ビットナーは アルト歌手のエミーリエ・ベルナーと結婚した。数々の賞や栄誉を受けており、1925年には、ベルリン芸術アカデミーの教員にも選ばれている。没後は、ウィーン中央墓地に埋葬された。1964年に遺品がウィーン国立図書館に買い取られ、手書きのスケッチや台本、奏付、ピアノスコアなど、ほとんどすべての作品が保管された。 ユリウス・ビットナーの著作及びユリウス・ビットナーを主題とする文献ドイツ国立図書館の蔵書も黒くよりありがとうございます。